こんにちは、武藤志陽です。世界のアートシーンを巡りながら、これから来るもの、注目すべきものを取り上げご紹介していきます。今日は東京の、丸の内にある行幸地下ギャラリーからのレポートです。ここでアートアート東京丸の内2020が、開催されているんですね。 AATM アートアート東京丸の内は本年で14年目です。14年というと、一番最初に選ばれた人はもう大学の先生をやっていたりするわけですから、その人たちがアートアワードっていうものに応募することの意味合いっていうことを、またそのいわゆる若手の学生にですね、みんな伝えていくっていう、非常にいい循環のが発生している、それはアワードなんですね。この AATM は全国の2大18校ぐらいですけども、それの卒展修了展というものを、加山富雄さんと私で最初に全部回ります。大体5000ぐらいの作品を直接見ていいか悪いか判断して、大体130-140ぐらいの作品をセレクトするんですね。それを7人の審査員、その美術館の学芸員であるとか、プロデューサーであるとか、そういう人たちですけども、そういう人たちと一緒に選抜して25ぐらいに選んで、それを行幸地下ギャラリーに実際展示して、それで、会期の最終日に、公開審査で再びその審査員が全部集まって、それでグランプリやいわゆる個人賞を与えるというふうな、そういうプロセスをとっているわけですね。キーワードは同じくアートアワード東京丸の内2020にしました。これはある意味では、その若手アーティストの登竜門というふうな意味合い、その象徴性ということが非常に重要だと思っているんですね。アートアート東京丸の内という一つのゲートウェイっていうのは、フィルターが何重もあって、選ばれるっていうところが重要なのと同時にですね、これはなんていうか、いわゆる美大選抜展っていうと、優れた優等生たちが全部選ばれて、ショーケースに選ばれると思われるかもしれないんですけど、視点が違うんですね。ですから、いわゆる将来のアートワールドでプレイヤーとして非常に、この人は活躍できる可能性があるっていうふうな、ある潜在性とか飛距離みたいなものを感じながら、審査員たちがそれでいろいろ議論しながら選んでいくっていうところがありますんで、ですから非常に確率が高いわけですね。だから今までの受賞者の中にも、例えば、目っていう、アートユニットなんですね。これは千葉市美術館で昨年ワンマンショーもやりました。これは高人さんと南川さんと2人がデュオなんですが、これはアートアート東京までのうちの両方ともグランプリの人たちが2人で組んでデュオになっているわけですが、他にも例えば片山真理さんはベニスビエンナーに選ばれたりとか、日和和彦君は岡本太郎賞のグランプリになったり、写真でも例えば川島隆君はアムステルダムのフォーム美術館がやってるアワードで選ばれて世界巡回するとか、本当にですね、毎年優れた作家があれば出てきてアートワールドで活躍するというふうな形っていうのが、もう継続して今まであるわけですね。ですから、最終的にグランプリとか個人賞に選ばれなくても、このその出賞ウィンドウの中に選ばれて展示されている作品っていうのは、もう本当にいわゆる5000の中から選ばれた25ですから、賞が本当に選ばれまいが本当に優れた作品で、将来性が高い、非常に確率の高いショーケースというふうに言えると思います。で、あとは東京丸の内の特徴っていうのは他にもあるんですね。これはいわゆる丸の内の中のパブリックスペースを使って展示するということです。普通、例えばアートっていうのはホワイトキューブっていう、ある種守られたスペースの中で、それがどういうふうな力があるかっていうので、競われるのが普通ですけれども、このやっぱ公共空間、いわゆる街の中でアートがあって、
それがつまりこうなんていうかな、いわゆる美術館に目的があってなんか来た人ではない、普通の人がいわゆるそのなんてアートと出会うっていうふうな意味合いも非常にありますし、あとそれから例えば絵画形式ばっかりじゃなくて立体があったりとかインスタレーションがあったりとかメディアアートがあるみたいな、そういうようないろんな形式っていう多様性っていうことがあるっていうことは、つまりなんていうかな、いわゆる純粋芸術としてうんぬんじゃなくて、その社会の中にどういうふうにアートが置かれるかということも同時に問うということになっているところが重要だと思います。本年の受賞作品についてお話したいと思います。グランプリは京姉さんです。ペインティングです。非常にオーガニックでカラフルで、それで植物や神経細胞が、その増殖していくような気が使えまして、絵画的にも非常に強いし魅力がある作品。これはコロナの閉塞感を打ち破る、そういうような祈りみたいなものもその、込められているところが魅力なんですけども、絵画として非常に精緻な計算に基づいて、構築されているところが僕は大きな可能性を、感じます。個人賞ですけど、これ今村優作さんが選ばれた、オーガールです。インスタレーションなんですけど、非常にフラジャイルなものなんですけど、実際はその中に自分が例えばボールに乗ってパフォーマンスを行うなど、身体性っていうのが非常に、なんていうかそこに入っているところも非常に重要だなと思います。横浜、美術館の、木村、キュレーターがですね、選んだ、方は松井君です。で松井君はこれ桜島を、その日本画で、描いてる桜島っていうのは日本画の重要なモチーフなんですけど、非常にフラジャイルです。これも非常にもう自分が生きている間に剥落したり崩壊したりすることを前提にするみたいなこともある潔さっていうかな、今までのその日本画にないような発想と制作を行っているところが非常に面白いなと思います。次が後藤資料賞で、これはですね、磯崎隼人君っていうんですけども、これは自分の血をですね抜いて、それでお鍋にそれでペインティングしているもので、非常に芸術の根本的な問題ということを本当問いかけている重要な作品、そのなんていうか2020年代の始まりにふさわしい作品だなと僕は思いました。それでこの作品は最後までグランプリと、でいわゆる競って、最後までやっぱ残ったということも報告しておきたいなと思います。続いて、小山富雄賞は東北芸工大の、土田くんですね。土田くんは、実際にその山をその見ながら、なんと外で描いている。これは小松金っていう、有名な日本画家の、オマージュ的な姿勢でもあるわけですけども、非常にスケール感がある日本画でした。で、続いては、立畑明と、長谷川新の、2人がですね、同時に陶芸の、千田さんのその作品を、ピックアップしました。非常に面白い作品で、陶器なんですけれども言葉ですね、漢字の例えば侵入とか変とかそういうものが非常に断片的にピックアップされていて、それが焼き物のいわゆる形になっているということで、非常に引き付けられるものがあると思います。で三菱一号館美術館の、野口さんが、ピックアップしたのは、山口さん。山口さんはペインティングなんですけど、非常に1年かかるものもあるし15分で作るものもあるということなんですけど、毎日ほぼ描いていて、やっぱりそのいわゆる絵画の快楽性っていうかな、感動性みたいなものっていうのを非常に感じさせる優れた作品だったなという、僕も非常に好きなんですね。立体を作られていて、絵画制作の合間にそういうものも作るというようなことをしています。アート東京の主催している三菱地賞がその選んだ賞なんですけども、これは彫刻をやる岩森さんに与えられます。岩森さんは鉄を素材にしているんですが、本当に自由自在に作っていて、それをパーツパーツをそのなんか組み合わせをしながら物語が発生していく、記憶が発生してくるみたいな、そういうのはユニークな作り方をするんです。
年から新鮮に参加している、ブルーム、クラフトビールの会社ですけれども、まあ、企画したのは谷口くんですね。非常に、海外の可能性っていうか、思い出、その中にある現象っていうものを象徴化して作るっていうようなことで、非常に巧みだなというふうに思いました。僕も好きな作品で、フランス大使館賞ですけど、東北芸工大の、近藤さんが選ばれています。これは古い家具を、リモデルして、彫刻にするというものでも動いたりもするんですけども、非常に魅力的でした。で、アートアワードにはですね、一般の人が投票して選べるっていう、オーディエンス賞っていうのがあるんですけど、大体1200人の投票の中から、選ばれたのが、青山由美さんの作品です。非常にサイケデリックで、とはいえ非常に今の日本の世相っていうものを象徴するような濃密な絵画でした。ご覧になったようにコンテンポラリーアートのこれは最前線だと思うんですよね。だから普通だったらこれ新人で、デビュー前の作家っていうことで、見られがちなんですけども、そうじゃなくて僕は最前線だと思います。ですからいわゆるアートっていうものに設計図はないんです。発生してきているようなものが反響し合い増殖し合い成長し合って次のアートシーンが生まれてくるわけですね。ですからここにあるのはいわゆる原石とも言えるし本当の意味での最前線なんですよ。でこういうものに注目していくっていうことが今後のアートシーンっていうものの動向を読む上で非常に重要だということを述べておきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。